さあ続きましてのブースはもうね、はい、うん、あらもう世界のです、はい、藤倉シャフトさんです。よろしくお願いします。こんにちは。名前からお願いします。はい、藤倉シャフトの飯村と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。名前は渡名喜と申します。よろしくお願いします。ホリプロコムのホリです。よろしくお願いします。藤倉が今回持ってきてくれたのはグリーンを狙って止めると話題のアイアンカーボンシャフトトラビル。新たに 75g 台が追加発売されたぞ。これ発売されてもうどのぐらい経ちました？はい、はい、トラビルがですね去年の7月に発売してですね、うん、評判どうですか？はい、僕はいい話しか聞いてないんですけど。ありがとうございます。1週間で1万本これはすごい。発売から1週間で、でその後5ヶ月で5万本達成しました。素晴らしい。よっぽどみんな欲しかったんでしょうね。ね、そういうことです。すごい、はい、あとはやっぱランディングアングルがすごく変わるんですよね。ランディングアングルって何ですか？落下角度。落下角度がもう限りなくこうついてくるんで、グリーン上で止まりやすいんで、もううちのお店もかなり使わせて。ありがとうございます。でも75が出るとキュービーさん使える人増えてからいいですよね。いやそれはやっぱそうでしょう。女性のちょっとヘッドスピード速い方からちょっと深夜の方なんかもね、うん、使えるものになってくるから、なおさらストライクゾーン広がってくるんじゃないですかね。はい、キャリーが伸びてピタッと止まる、その実力をキューピーとカナマッチャンが検証だ。でもこれ左足下がり、うん、フォロー、うん、打ち下ろし、うん、止まるはずないじゃないですか。そうですね、止まる要素が少ない。止まるやつなんですよね。止まるんですよね。止まります。はい、あ、任せてください。すごい自信だ。すごい、はい、では早速見ましょう。はい、止まるそうなんで、自分普段だったらもうあの左の手前からでいいやみたいな。まあそうですよね、うん、そういう感じで打ちますよね。頑張って。よーし、クロちゃんのために頑張って。おかしいじゃんか、リチがいないの。リチがいないのおかしいじゃんか。いけそうな気がしてきた。いや、してきたな。頑張って。すっげえ。え、止まる？これ止まる？あ、止まってない？止まってる。あ、止まったよ。今キャリーグリーンだった。グリーン乗ってますよ。ナイスオンです。素晴らしい。非常に止めづらいシチュエーションにもかかわらず、カナマッチャンの球はグリーンをしっかりキャッチ。飯村さんの宣言通りピッチリ止まったぞ。打った本人が一番びっくりしてる。結構ここグーっていったけど、いや今この辺で薄く当たったじゃないですか。なのにシャフトがねちゃんとキュッて最後に上がってくれて、で自分でイメージしてるより球がすごいゆっくり飛んでる。手元の方からしっかりとしなってくれて、うん、入射角が緩やかになるっていうデータが出てるんですよ、うん、それによってすくってくれて球も上がってキャリーも伸びて止まるっていう、うん、そりゃあんだけ自信満々の顔で言うよ。そういうことですね、はい、なっちゃいますね。なるほど。続いてはキューピー。うわあ、いい球だ。すげえ、上から行ったよ。いった。あれピンそば、かー、うわー、これはナイス。すげえな、ほんと止まるねこれ。なんかもうあれは2バウンドぐらいでどんどんってこう、うん、落下角がかなりつきますので、PGA ツアー男子プロ並みに ついてくれるような設計になってます。キュービーさん打った感じでもやっぱ高い。あのね、目線1個半ぐらいやっぱ高いですね。うん、で高いところからこう丸く降りてくるんだけど、うん、なんかこの最後のこうなんていうかな、やっぱ柔らかく落ちてくるっていうのかな、うん、でグリーンにタッチした時に、あ、もうちょっと強くいっちゃうのかなと思うのが前に行かない感じ、うん、でもシャフトちゃんとしっかりしてるからこうコントロールしやすそうだし、うん、70g 台だからこうなんか耐えれさとかもあんまない、ね、そうですね、先の方のしっかりさはスチール並みにはちゃんと出してあげてるので当たり負けとかは少ないと思います。なるほど、ちょっとテクノロジーの一端を見ちゃいましたね。言った通りじゃないか。言った通りになりましたね。そういうことですね。ありがとうございます。お見それしました。ありがとうございます。まさに有言実行の止めるシャフト、藤倉のトラビル。まだまだ売れそうな予感がするぜ。